札幌シネマフロンティアは札幌駅の駅ビル札幌ステラプレイスセンター7階に位置する複合施設型シネマコンプレックス2003年2月22日ロード・オブ・ザ・リング2つの塔の上映で先行オープンし同年3月6日にグランドオープン2013年3月で開業10周年を迎えた1999年同初に AMC シアターズ進出の動きがあったため、AMC に出られたら終わりだと同社の進出を阻止するため、当時の岡田茂東映会長ら、東映、東方、松竹のトップが手を握り、日本で初めて大手映画会社3社が共同経営するシネコンとして誕生した。開業後、東方シネマズ、松竹、マルチプレックスシアターズ、 ティジョイの共同事業体で運営していたが、2012年3月1日付で、東方シネマズ株式会社に運営委託された。ただし、現時点で、シネマイレージやビットなどのサービスは行われていない。2016年2月27日にリニューアルオープン。正面には、売店が、左手には、剣売り場が、右手にはエントランスがある3 5ト、mm、ルフィルムでの、上映ではなく、 すべての作品がデジタル上映となっている。開業当時、全シアターのうち3番スクリーンと8番スクリーンシアターのみがフィルム映写ではなくデジタルで映写を行う DLP システムを採用していたが、2011年12月22日より、全シアターがソニーデジタルシネマへと移行された。ありがとうございます。